札幌一番醤油味とは、産業食品から発売されている袋麺、およびカップ麺である。2016年に1966年1月の発売開始から50周年を迎えた、札幌一番シリーズで最も歴史の長い製品である。1966年1月5日、袋麺タイプのインスタントラーメンとして、産業食品から発売された。 当時の商品名は札幌一番であったが、二代目社長以降、札幌一番醤油味と商品名が変更され、現在に至った。日清食品のチキンラーメンと出前一丁、エースコックのワンタン麺、明星食品のジャルメラ醤油味と並ぶ袋麺のベストセラー。発売後から様々な改良が施され、現在では薬味として、 フリーズドライの野菜が添付されたカップ式の札幌一番醤油味丼、札幌一番醤油味ミニ丼も発売されている。発売当時のパッケージは即席ラーメンは札幌一番と表記されていたが、現在のパッケージは即席ラーメンはの部分がうまさ札幌にありに変更されている。ラーメン自体は札幌のラーメン横丁に実在した店のラーメンを 手本に作られており、スープは鶏ガラをベースにジンジャー、ガーリック、オニオンなど香味野菜ブレンドし、麺はそのスープが程よく絡む醤油を練り込んだ四角い断面の縮れ麺。また、小袋に入った特製スパイスもついているが、これは個人の好みでラーメンに振りかけるものである。ありがとうございます。